こんにちはフィレスです今回は純正モンキーのキャリアとキタコの TL シートを取り付けていきたいと思います、えー、今なんですけどもあのゴリラシートがね、えー、ゴリラシートとゴリラキャリアが付いてるんですけどもこれはあのモンキーのキャリアに変えていこうと思いますえー、っとねまあゴリラのねキャリアの方があの大きくてまあもともとこれ付けてたのっていうのはあの まあちょっとツーリングの時とかに箱を積んだりとかね、する時にこっちの方がいいかなと思ったんですけども、あんま積むことないなと思ったんで、モンキーの純正のね、キャリアにね、ちょっと今回は変えていこうと思います。まずはね、ちょっとあのシートを取り外さないといけないので、シートの取り外しをしていきます。はい、これでね、反対側のね、ナットの方もね、緩めて、あとはあのシートを取り外すだけになってます。 今はね、あのゴリラのシートとゴリラのキャリアっていうね、その、えー、無理やりね、取り付けた、えー、この組み合わせに、えー、4リットルのタンクなんですけども、まあ、これはあの、モンキーの、えー、キャリアに変えていこうっていう、そういう流れです。4リットルのね、あのレプリカタイプの、えーまあ、キャリアっていうのもあるんですけども、あのまあ、ちょっと重たいものをね、あのあんまりつけることはないかもしれないんですけども、それでもね、何か箱とかつけたりとか、 あのツーリングとかで、ね、しようと思ったときに、やっぱりちょっとゴルこの5リットルのタイプの、えー、キャリア、またあのゴリラのタイプのキャリアの方が、まあ、ちょっとね、有利なんですよね。この、えー、ステイが、えーが強化されてたりとかするんでね、まあ、ちょっとそんなので、今回はね、えー、モンキーのキャリアを、えー、購入してみました。えー、でね、まああのー、サイズ自体はね、これでね、すっきり小さくなると思います。 はいえー、でねとりあえずねこれからねあのキャリアの方を、ね、取り付けないといけないんですけどもちょっとその前にねあのこの、えー、リアのねテールランプこれがねちょっとあの干渉しているっていうかねちょっと、えー、邪魔になってくるんでね、えー、少しそこの、ね、ボルトの方を、ね、緩めていきたいと思います。まあ、そこを外してああとはねあのキャリア自体は、えー、フレームの方にね 左右2本ずつで4本ボルトがついてるんで、そいつをね、外していかないといけないっていうふうになってます。このあたりですね、ここにね、ついてる、えー、ボルトを外してあげて、えー、取り外すと。あとあのこの4リットルのテールをね、あの無理やりこのキャリアと一緒にまあ、取り付けを行ってるんで、そこら辺のね、あの えー、取り付けだけがちょっと無理やりやってるっていうところがあるんでつ、えーまあ、けたり外したりっていうのが大変なんですけどもまあ一回つけてしまったらもうあとはそんなにあの外すこともない部品なんでねあのまあ問題はないんですけども今回はねこのキャリアをね、えー、交換するのにちょっとこのテール周りとかがねめんどくさい仕様になってます反対側の方のね、えー、ボルトの方も外していきたいと思います まあ最初はね、やっぱりあのこのゴリラのえキャリアにして、ちょっとゴリラをね2台作るっていうのもね、思ってた時期もあったんですけどもね、いざね、やり始めてみたら、やっぱりゴリラ2台っていうよりは、あのモンキーとゴリラっていうのがあった方が面白いかなって思ったんでね、やってました。はい、ちょっと念のため、サスペンションの方もね、緩めました。これだとはあのえキャリアの方ね外していくっていうだけです。 キャリアね外そうとすると一緒にね無理やり取り付けているこの、えー、テールもね動いてくるんですけど、まあ、キャリアの中にね直接はめ込んでいるような感じですね。はめ込んで、えー、フ,レームフレームのところにこのステ、えー、キャリアとね、えー、このリアのテールをボルトで一緒にねもじめしているってそんな感じに、ね、取り付けを行っています。 だからね、ちょっとね、取り付けの時だけはね、ぐいっとね、いってるんでね、外すのがちょっとね、これね、時間かかりました。はい、えー、これでね、えー、キャリアの方が外れました。で、あとはね、新しいキャリアをつけるんですけども、これで、テールの方をね、戻しつつ、キャリアを取り付けていくと。まあ、ちょっとあの、 ハーネス類がね、邪魔にならないようにしてあげて、で、新しいキャリアをはめていくと。結構ここちょっと力技でした。昔ね、つけた時もね、まあ昔つけた時もね、結構まあ力技だったんで、まあぐっとね、はめ込んでしまえば、まあ穴の位置自体は合うんで、まあ問題はないんですけど、結構幅、幅がね、大変だったんで、まあフロントの、えーさえー、ボルトを左右つけてから、ぐいっとね、 えー、挟み込むようにね、えー、後ろの方をね、つけてこうかなと思うんで、ちょっとね、先にあの、えー、前側のボルトをね、左右ね、取り付けていきます。で、えー、キャリア自体をね、ちょっとね、ぐいっと押しながら、押し下げながら、後ろの方の穴もね、つ、えー、けていきます。で、これね、つけながらね、ちょっと思ったんですけど、あの、ゴリラのキャリアとモンキーのキャリアって、まあ、サイズが違うっていうのはね、 あのー、まあ、もちろんそうなんですけどもモンキーのキャリアの方がちょっとあのリア上がりなんですねこれあの角度的な問題なんですけどもゴリラの方がね多分あれ荷物をあの大きなまあ、カバンとかねつけたりするからなんでしょうかちょっとフラットめになってるんですけどもこのモンキーの方がまあ、リア尻上がりなデザインになってますまあ、ちょっとね,ここはねあの 思ってもなかったんですけど、まあ見た目の感じはね、いい感じかなと思ってます。個人的には、あの、まあ面白い、えー、作りになってると思います。で、あとはこれでね、えー、左右をね、なんとかあの締めながら、まあバランス見ながらですね、つけていきます。これでまあボルト自体はね、なんとかね、取り付けができたので、えー、一旦ね、あのゴリラのシートをはめてみると、まあこんな感じですね。 だからまあゴリラにね、えー、モンキーの、ね、キャリアってのはもちろんつきますよということです。はい、えー、これでねキャリアのところに、ねえー、ヘルメットホルダーがそつい,いてたなと思ったので、えー、これをね外して新しいキャリアの方に取り付けていきます。だからこれ先につけなかったらダメでしたね。忘れてました。忘れてたんで、えー、ヘルメットホルダーを外して。 これで,すね、で、すねで新しいキャアの方に取り付けを行いました。で、えー、シートの方ですね、えー、このね、今回あの、キタコの TL シートを購入してみました。もともとねあの、これをね、購入する予定なかったんですけども、今出てる3941円のね、シートがあったんですよね、アリエクスプレスで、えー、特売になってたんですけど、それが注文したら届かなかったんですよ。で、結局、返金になって、 5,657円っていうね、特価になってたんですよ、TL シートが。定価1万円近くのものがね、えー。それがね、まあ特価になってたんで、じゃあ中華の、ね、シートを、ね、わざわざ買わなくてもいいやっていうことで、えー、今回はね、きたこの TL シートを購入してみました。で、えー、触ってみた感じなんですけども、まあ、結構ね、あのハードめですね、えー。これにみんな座ってるんだってね、ちょっと思いました。 これお尻だいぶ痛そうだぞとはね思ったんですけどまあ、ちょっとねせっかくなんで取り付けを行っていこうと思いますで、えー、取り付けステーなんですけどもここでねちょっと本締めしないで軽く締めといた方がいいですまあ,あの穴の位置とかねちょっとそのあのー、位置決めをしてあげないといけないのでここでねがっちり、ねえー、締めてしまうとあのちょっと取り付けを行う時にねしにくいので えー、あそこは、ね、軽くだけ、えー、締めておきますあとはね、これね、あのこの4リットルの、ね、タンクって、あのフロントのところ、あのスペーサーでちょっと上がってるんですよね、なので、このシートをねつけようとすると、フロント側の、えー、ステーがね、ちょっと干渉してしまうなっていうのがあるんで、とりあえず1回ね、リアの方の、えー、ステーだけ取り付けて、あとちょっとバランスを見ていきます。 こんな感じですね。ここのとこですね。で、サス受けのとこに一緒につくというような感じになってきます。まあ、このあたりをね、位置決めをしてあげるんですけども、まあ一旦だからちょっと緩めにステーを取り付けてあげて、まあ一回ちょっとはめてみて、はめてみてね、それでそこからね、あの位置決めをして締めてくっていうね、そんな作業になってきます。だからね、一気にガチってね、締めない方がいいです。 で一瞬ね、ちょっとあのベルトの方もね、えー、取り付けを行っておきました。取り付けを行ったっていうかね、100均で買ってきたベルトなんですけどね、あのこれはをあの、まあ、挟み込むようにね巻いてるだけです、えー。これでね、ベルト付きのね、えー、シートの完成ですね。で、位置を大体決めて、えー、はめていくと。 ここがね、あの、ちょっと結構ね、あの、フロントの、えー、ステーとね、左右のステイの3箇所あるんですけど、これのね、位置決めがね、意外にね、ちょっと難しいんですよ。あのピタってね、先につけてしまうと、あの、タンクと干渉したりとかもするんでね、えー、その時、あの、タンクと干渉しないように、あの、ボルト入れたりとかね、えーボル、ボルトっていうかね、ナットであの、スペース上がりにしたりとか、いろいろやっていかないといけないんで、一旦ね、ちょっとね、この、 タンクに寄り添うような感じっていうかねタンクに、えー、こうフロントの、ね、傾斜をね合わすような感じでね仮で1回つけてみましたこれでねちょっと1回走ってきてみたんですけどもデザイン的にはねこのタンクからねつながる感じであのちょっとだけ、ね、オフセットしてフロント側にオフセットしてつけたんですけどもこの方が良かったんですけどちょっとこれだとねさすがに尻下がりになってしまうんで えー、一旦ね、帰って、もう一回ね、ちょっと取り付けの方をね、調整してみました。で、えー、できたのがこれですね、えー。これがね、結局純正位置なんですけども、フロントのね、タンクがね、やっぱりあの、スペーサーで持ち上がってる分、ちょっと隙間が空くんですよね。だから、あのタンクのスペーサーをなくして、タンクをもう少し下に下げてあげれば、えー、椅子の方もね、ちょっとフロントちょっと下げれるかなとは思いました。 で、ついでにね、今回ね、カゴもね、久しぶりにつけてみました。ちょっとこれでね、可愛くなったかなと思います。はい。えー、では、今回は、えー、キャリアとシートの交換を行ってみました。では、この動画が良ければチャンネル登録と高評価お願いします。